どうも、安嶋清志郎です。髪切ったのと、支援サイト0人ってことと、あとなんだ、部屋がすごい臭い。めっちゃ臭い。部屋臭い。なんで臭いんだろう。ゴミ袋がすぐ近くにあるからかな。わかんねえ、なんで臭いんだろう。あ、布団だ。布団が臭いんだよ。いや、支援サイト0人なんだけど、いや、まあ、グッズはね、高いからさ、わかるよ。うん。100円だよ。ね、いや、金銭感覚とかじゃなくて、やっぱ、まあ、みんなやっぱその、なんか、やっぱ俺がちょっとひど、まあね、その自分を好きすぎるってのもあるけどさ、うん。そういうのないんだろうね、みんなは。残念だよ。まあ、くれたところで意味ないしって言っちゃったからね。うん。それもいけないよね、俺も。うん。一人くらいはやっぱ欲しいわ。100円でもいいから。でも100円はな、あってもなくても変わんねえからな。チリツモ大和なでしこでも1人100円が1年で1200円でね、え、収益だったら多分俺収益で、もし収益解除っていうかやれば俺も1年でそれくらいいけるからな、うまくいけば。いやー、でもみんなお金くれないんだよなー。俺マジでなんか変だな。底辺の辺、悲しくなってきたな。でもさ、やっぱさ、うちわ乗りって確かにさ、なぜだろうな、むずいな。まあ、加藤純さんのやり方でやっちゃうのはよくないんだよ。まあ、俺が加藤純さんのやり方でやってるわけじゃないんだけどさ、別に。まあ、でもうちわ乗りに向けてやるっていうのはすごいいいことだと思うんだけど、まあ、それってすごい長くつくんだろうな。やっぱコツコツとやれば、その、なんだろうな、すごい絶対的なものにいつかはなるんだけど、それまでの時間が大変なんだな。だって、純一さんだってもう10年やってるでしょ。あの人。で、10年でようやくちょっと人気になってきたみたいな。ねえ。実況者ライバルリーフラゲやちゃーたね。うるさ。髪切ったよ。まあマジで誰も金くれない。くそー、誰もね俺に金くれない。ガキしかいねえって俺あんま言いたくなかったんですよ。でも本当にガキしかいないから、ガキにはやっぱね、俺の笑い分かんないけどね。でもね、そのガキのおかげで俺はやっぱ続けてるわけなんで。ガキ金持ってねえし、クレジットカードとか持ってねえしさ、作らねえしね。ガキって頭悪いからさ。最低ですね。それは本当に申し訳ない。俺はガキはガキでもちょっと賢いガキなんで。はい。ひどいね。俺人として終わってます。でもなぁ、別にガキ向けでやったわけじゃないんだよさ。これ変にさ、でもなぁ、コメント欄を制する者さん、やっぱあそこはね、ガキんち多いからさ、そのせいなんだよなぁ。でもさ、大人向けってできないと思うのよ。やっぱりその、俺が大人じゃないから。だから同年代が育つまで俺は頑張って生き残んなきゃいけないわけだけど、それないんだよな。もうミッキーチャンネル理論みたいになってくよな。きついな。そんな理論ないよ。ミッキーチャンネル理論ってこの世に存在しない理論なんで、あのダウトってやつです。いや、それ指摘する方だ。別に嘘ですよ。今は嘘って言いたくて言ったわけじゃないんですよ。なんかミッキーチャンネル理論って出たけど、もう開幕冒頭ね、ガキンチョチルドレン、チャイルドディスリーですよ。いやー、でも100円は持ってると思うんだけど、払う手段がないんだよね。あと、そこまで したくないじゃん、みんな。俺のためにそこまで金払いたくないわけよ。100円なのにね、1回くらい払ってほしいよ、マジで。って思ったけど、別にいいや、100円なんて。
100円の効力が何人もね、の人がね、100円を払ってくれるからパワーになるだけであって、1人が100円払ったんだったら払わなくていいよ、別に。って思ったけど、誰かが払わないと払ってくれないわけでね。 悲しいよ。チャミン、チャミネイチャー、チャミネイチャー。いやー、でも YouTube むずいな。 で、人気なる気ないからね、全然。人気なる気ないんだよな。まあ、その形としてさ、むずいよね。なんか、俺は、自分の中でちょっとしたフリー芸人みたいな感じなんだよ。フリー芸人じゃないな、別に。だって漫才もしないし、コントもしないでしょ？あと漫才とコント以外に何かあったっけ？芸人って。一発ギャグか、ギャグ的なやつ。漫才とコント以外何かあったっけ？芸人さんって。まあテレビの仕事は置いといてさ。まあ人としての面白さみたいなのがある。作らねえからな。でも人気にさ、俺の形で人気になるのっていうのはむずいわけよ、やっぱり。多分しょうがないよな、俺も朽ちていくしかないし。みんなひどいよ。生放送やったってだんまり決め込むんだよ。もっと強く言った方がいいかな、みんな。ひどいよね。絶対触れねえんだよ、支援サイト。なあ。ムカつくわ、マジで。一言くらい言ってもいいのに。あ、じゃ、もう払う気ないんだろうな。でも払う気ないだろうな。ひどい、ひどいのか。ひどくないよ。もっとみんなが俺のこと好きになるように、俺もね、まあ、自分のことやっていこうと思います。だから人気になるの考えるのやめよう、マジで。ムカつくから。精神的負担がやっぱすごいんだよ。夜にそういうこと考えるとやっぱさ、気がめいっちゃうからよくない。別に人気になる方法なんてないんだよ。でもやっぱただまあ面白いことしてるだけじゃダメだから、もうちょっといろいろやっていくよ。ご飯食べたりとかね、いろいろやっていく。ご飯食べるだけでもなんか違くない？やっぱり。でもちょっとムカつくからな、ビジュアルとかも覆したいよな。やっぱデブって人気なんねえからな。デカキンくらいでしょ？あ、違う、まあ、京一郎さんいるけど。一人しかいないじゃん、デブで人気になったやつ。フィッシャーズは別に、んだほうだけだったら人気になるわけないから。水溜りボンドもまあ2人いてこそのお話だし、そこまで大デブってわけでもないしな。まあでもちょうどいいくらいのデブか。でもデブとかあんま言いたくないな。言葉が嫌だな。太ってる人で。太ってるっていいよね、太ってる人。でもやっぱ少ないよね。ヒカキンさん太ってるかって言うと分かんねや。微妙だもん。あれ太ってないでしょ。痩せてないってだけで。太ってるわけじゃない。太ってる人いねえな、やっぱ。金棒も別に。何かのメンバーのキャラ立てとしてはいるかもしれないけど。別に。国十。これもしかして一国堂の公式チャンネル？違うやないかい。ガキチャンネルやないかい。一国堂って。おい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 、騙しやがってねえ。でも、まあ、バンヨンチャンネルも結構、バンというんって結構昔からいるしな、別に。プロタン日記だって。のび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 びって感じだし。竹脇翔、ラトゥラトゥ。すっごい腹立つ名前だよね、ラトゥラトゥって。
すごい、もう捨て身の特攻じゃん、もう。大食いばっかして食えないのに。なんかもうマジでネタないよね。飯ばっか食って。悲しくないのかな、こんなことしてて。でも人気あるんですよ、俺より。当然ですけどね、そら。ムカつくなぁ。ちょっと俺は人気なんだけどなぁ。良くないと思う、世の中的に。なんで人気なんだよ。でもそんなにさ、太ってるって感じないもん。別に。まあ、あるのか。俺は自分の顔見すぎて別にこれが普通だから太ってるって全く思わないんだよな。でも太ってますけどね。いや、カッシャシゲ。カッシャシゲ。こうしたらデブだ。やべえ。いや、もうさ、きついな。夜全然喋れない。っていうわけじゃない。たち今眠い。あ、かゆいし。なんか腹立つな。喋りたいけどさ。やっぱみんなお金ないんで、でも貧乏なんで、いや、僕にお金くれません。いや、でみんなからお金をたかることが間違ってるのかって言うと、俺そうじゃないと思う。これは俺続けていくけど、別に。まあ、みんな誰も金を落としてくれないということで。ひどいわね。こじきですよ、全員。俺のコンテンツってやっぱその、見やすさは最低クラスだけど、YouTube の中で。やっぱ人としての面白さ、YouTuber としての面白さっていうのは、まあ当然世界一位。世界一位の YouTuber なんですよ。芸人を除くとね。芸人を除くと世界一位の面白さ、面白チャンネルなんですけど、まあそれになんか、ね、でも俺の考えだって相当やばいんだよね。ありがたいと思わないのかみたいな感じだけどね。でも俺は感謝しちゃうわけで。まあでも考え方が違うんだろうね。やっぱり俺は自分に人に金払うとしか最近は一人しかいないけど、手前のヨウタさんって人がファンボックスでやってるんだけど、ちゃんと100円でも100円プラスしかないから。まあ新しいプラン作ったかわかんねえけど、一応俺あのサムライナウって面白い漫画書いてくれてから入ってんだけど、みんなはね、俺に支援っていうか応援、お金で、あ、まあ、でも別にみんなお金払ってくれないからいいや。お金払ってもビビたるもんだし、そんな。いいです、別に。いりません。まだね。と思ったけど、やっぱいるな。ほんといろんな人から1万円欲しい。ほんと1万円欲しいよ、俺。まあ、なんなら3000円だよね。3000円欲しいよ、みんなから。でも3000円はさすがに高えよ。高い高い。100円払えるから満場一致でさ、やっぱ一人は絶対出るかなって思ったけど、出ないんだね。あ、ちょっとチャンネルトップにやってっか。こじき、どうもこじきです。ね。かんこじき、かんこじ、かんこじです。でもみんなもさ、あの、こういうコンテンツを立てて見てる時点でこじきですけど、っていう俺のね、こじき理論。みんなが俺のこじきっていう、俺のことをね、こじきって言うんだったら、俺もみんなのことをこじきって言うよ。それが俺。ね、臭いな、俺の部屋。超臭い。臭すぎる。新規訪問者向けで金くれっていう動画いいな。チャンネル紹介動画はね、あの、支援サイトができたのでお金をください。お金欲しそうですね、この人。ここまでお金欲しいやついるか。このコンテンツの、目指せ毎月100万。目指せ。金。あ、バックスペースが効かねえ。金。お金最高って言っとこう。お金最高。もらってないけど、誰からも。完了。やっぱ YouTuber 戦略とか分析とか研究とかしなきゃいけないらしい。めんどくせえ。でもそれしたら絶対伸びますからね。ちゃんと見て。どんなつまんねえやつでもそれで伸びるから、結構平等なんだよね、YouTube って。どんなつまんねえやつだって、伸びるよ、それで。伸びるっていうか金稼げるんだから、
すごいサイトで、でもそれがむずいんだけど、まあむずいっていうか、やろうとするとやっぱ途方もなかったりするんだろうね。今人気の人たちの動画を全部見るとか、自分が行こうとしているジャンルを絞るとか、ターゲット層を絞るっていうのはむず、しなきゃいけないと思うんだけど、でもやっぱりターゲット層っていうのはそもそもやっぱ人としての価値観のズレだから、下を狙おうとしたらダメだと思うのよ。狙おうとして狙っちゃダメだと思うのだ。子供みたいのに出しとけばいいっていうのはそれはありなんだ。それは狙ってるっていうか、子供を出すだけでいいから、子供を遊ばせてるだけでいいから、その子供たちの考え方っていうのは分かんなくてもいいから、でもやるんだったら自分と同じ年代じゃないとダメだと思うんですよ。なんでその同じ年代は自分と、自分が同じ年代、その違う年代だとその面白いものとか見るものとか好むものが全然違ってくるんで、俺は ASMR なんですけど、俺 ASMR やろうかな、うん、デブ系 ASMR ね、やろうかなと思うけど、あれ機材いるよね。それがめんどくさいし、編集しなきゃいけないっていうハードルは高いけど、まあやろうと思えばスマホでできるから、そこをちゃんと調べればいいんでしょうね。ってことで調べます。 ASMR スマホでやり方、これ最近ね、行動力のすごい人間になりたいので、まずは検索します。はい、逆張りね、逆に調べようみたいなノリで ASMR スマホだけ、よし検索します。おい YouTube 来てんじゃねえかよアホ。なあ、俺が変に ASMR っていうタイトルのさ、 ASMRなんでそんな魔法取り方でいいよね。おお出た ASMR 動画の撮りがロゴ音声、スマホでスマホスマホでスマホのやつでも究極は音だけでいいわけでしょ、うん、カメラなんてね聞かねえもん別に、うん、そうだよな。部屋が臭いな、すごい臭い、臭すぎる。はい、俺 ASMR 好きなんでね、好きだからやるっていうのもありだけどね。やりたいのはなんだろうな、あれだな、機材なんですよね、高いよね、うん。そもそも ASMR って今可愛くなきゃいけないってさ、声優理論みたいな、で何でもなんか純さんに毒されてね、純毒すぎてさ、何でも理論ってつけちゃってるけどさ、声優に顔が必要って意味わかんなくない？一番いらないじゃん声優に顔って。ね、目が4つあってもいいから声優なんて、うんよくわかんないけどクソおもろってなるしね。なのに顔を求めるってやっぱそのダメだよね。なんかまあでもそれはまあ単純にビジネスっていうか金稼ぎのためにはそれは金がなきゃいけないんで、アイドルとしてやっていく、だから声優系アイドルみたいな感じでやっていくんだったらやっぱ顔はなきゃいけないよね。あ、声優って大変だけどね、めっちゃ大変なんだろうね。部屋が臭いな。俺が人気になるためにはっていうか、人気じゃなくていいんだよ別に、うん、俺は人気じゃなくていいから、生放送やるだけでいいか、生放送やるわ。